裏に祠がありましたよ。行こう。この上から行こう。あ、ほんとだ、なんか…あのヤギ許せねえ、マジで。なんだな、あいつ。当たり屋にも程があんだろ、ちょっとさ。殺人ヤギなんだけど。強っ。あんなことされると思わなかったわ、ヤギ。許せねえ。ヤギ見つけたらこれから一匹ずつ殴り殺そう。次。あ、今回はマグネキャッチだって。持ち上げて自由に動かすことができる。もうそれを知ったならもうペコーラは得意よ。はい、皆さん、こちら、どうしようどうしよう思いますよね。なんか怪しいのもあるし、こうして。え、なにこれ、下になんかあんだけど。あ、なるほど。こういうことです皆さん。開けてみたら玉手箱。次。くっせ、なんでだ。あ、分かっちゃった。こうして自分で気づきました。しかもどこ？青い
に豚いるからやだな。あれがないと力が使えないんだ。だからお願い、ボクちんの村かすやつらから取り返してちょうだい。ミニチャレンジか。お前自分で取れ。ペコーラは忙しいんだ。すまないな。先行かしてもらう。こっちは RTA やってんねん。お前の遊びに付き合う暇はない。またいずれ会おう。今の重要だからやっとけ。本当に後悔しちゃう。仕方ない。そこまで言われたらやるしかないんじゃないか。任せろ、ペコーラがやってやるから。最初からお前の手助けをしようと思ってたよ。ほら、お礼はちゃんとしてくれるんだろうね。ほら、マラカスだよ。それはちょないのらーい。ほらよ、ただとは言わせねえぞ。キャロン、でもね、聞いて、僕ちのマラカス中に入ってた小黒実の実がなくなって、いつもの音が出ないの。コログの実が一つでもあれば歌って踊っていつもの力でお礼が。コログ、コグロミの実？くそ。どこにあんだよ、コログログロの実。おい、コログロの実どこだよ、マジで。もう一回声かけたら場所わかんじゃない、ほんと？コログロの実どこにある？実は森の子供たちがマスカリになったコログロの実を持ち出して探し回ってるうちにこんなことに。コログロの実持ってないよね。コログル、貴様のコログルの身のせいで RTA にちょっと時間をオーバーしてしまったじゃないか。もういいよ、お前はそこにいろ。コログルの身見つけたらお前にやれよ。お前のせいです。1時間くらい伸びたわ。ペコーラの RTA が月投げる、投げるってさ、 R でいい。ありがとう。さっき、これがみんなとのチームワーク、協力性ってことね。この炎を紡いでて、のべこあらたちで RTA の炎を途切れさせないように。よし、頂上向かおう。そろそろ歌の準備や。もう多分だいたいつけれたべこじゃない。さらけないで、もう少し最後まで走り抜けて、はい、どんなに離れてても心はそばにいるわ。お、いい、やばい、終わっちゃうから。どうやって繋いでんだろう。負けないで、もう、もう、もう。これがみんなとのチームワーク。この炎を紡いでて、のべこあらたちで RTA の炎を途切れさせないように。負けないで、もう少し。大丈夫、炎はまだ灯ってるよ。みんな落ち着いて。この聖なる火はまだ灯ってるべこだから、安心して。諦めないで。ペコーラが必ずみんなの炎を灯し続けてあげる。あ、上だ。ペコーラだけが灯せる火、ペコハート月。え、見て、みんなハートの岩、キュー、キュンです。うわ、あれなんていう岩にしようかな。ハートブロックにしよう。ハートブロックっていう、これペコーラが見つけたからね。ウィキペディアに書いといて。サダペコーラが配信中に見つけた岩、ハートブロック。わかんねえか、とりあえずさっきのとこ行くか。ハートブロックだ。え、アドチ知ってんの、この岩のこと。嘘、もうやっぱ世に知られてんだ、ハートブロック。これペコーラが見つけた岩ね。こんなに有名になったか、いつの間にか。やっぱネットはいろいろすぐに情報伝わんな。あんま言わんといてね。ペコーラとみんなだけのあれだから。他の人まだ知らないから。知ってる人だけが知ればいいペコだからさ。次。次、タニシ食べてみよう、タニシ。タニシと、それじゃ、海鮮系で攻めてみっか。で、ちょっとここにゲテモノガエル。うわ、まずそう。これみんなの分ね。あれ、はい、これあんたたちにどうぞ。ごめんね。次。どれは全くわからないのですが、進捗どのぐらいですか。あと 1%。わからない相手だから適当な大嘘ついたけど。あと 1% ぐ
ないです。今クライマックス。あ、こいつ、あとガノンドルフ多分知らないでしょう。あのブレワイわかんない人にはあれ驚くかもしれないけど、こいつガノンドルフなんか店というかお客さんになってるみたいなね。村人 A みたいな役割になってる今回は。次、ここはゼルダといった場所。そう、100年前まだハイラルが平和だった時、俺とゼルダで2人で来たデート場。あれ、平和ではないかもしれなかった。違う記憶だった。それはゼルダ追い詰められて絶対絶命、使命とかどうする、ゼルダ。そこで僕が通る。お待たせしました、ゼルダ姫。この時ゼルダはリンクに恋をした。なんてかっこいい友方。姫、大丈夫ですか。僕が来たからもう大丈夫。まあ、お背中が大きいことって感じの記憶だったね。あー、確かにこんな感じだった。今裸じゃねえかよお前。ちょっと台無し、よく聞こえて、マジで。なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかか